いやー、皆さんどうも、瀬戸圭介です。今回ライト3やっていきたいと思います。あ、間違えた、こっちこっち。今回はこの4人の容疑者の中に1人嘘をついてる人間がいるというわけですね。だから一人一人に個別に質問していき、まあ犯人を見つけたいと思いますね。まずはこの左の女の子と。はあ、はあ、少し前からちょっと怪しい人とは思ってたのよ。でもこの中にいるのは確実よ、絶対。だってこの形のメイド服を着ているのは私たち4人だけだから。あ、そうなんだ、4人しかおらん。メイドはたこさんおるけど、なんか幹部的な感じか、幹部4人衆みたいな、メイド4人衆みたいな、メイドの幹部4人衆みたいな、すごいな、ウィルバー様、何すごい趣味やな。メイドのなんか5人もう1人増えてさ、ゴレンジャー的なもんやればいいのにな。このメイド服を着た女を見たってみんな言ってるのよ。みんな、ちょっと待って、みんなって、待って、おかしいんちゃうこれ。なんかおかしい気がするぞ、いきなりやけど。だってさ、みんな言ってるってことはさ、3人とも自分以外の3人言ってますよって言うけどさ、だとしたらさ、おかしいやん。この中の1人を残り3人が見たってことだろ。じゃあさ、残りの3人、お前以外の3人が見たってことは、お前が犯人じゃない、嘘ついたってことじゃない、そういうことじゃない。お前いきなりボロ出しとろうとか、そういう話じゃないだろうな。ドギモン抜くぞ俺。だとしたらドギモン抜くぞ。落ち着いて、一緒に何をしていたかどうかはわからないのですか。で、私は知らないわ。そりゃ知らんわな。残りの3人がいっぺんに、いっぺんかは知らんのかそうやな、いっぺんかはわからんけど、3人が別々のところに見たって考えたら、誰かが見たっていう話は聞いてたけどね。この4人の中にの誰かか、一応メモしておくか。2人目、一番真面目っ子でおとなしい子、一番愛想がいい感じ、俺の一番愛想がいいと見た感じ。ひどい、あんなに言わなくたっていいじゃないですか。大丈夫、泣かないで。分かることがあれば教えてください。多分ウィルバー様に一番好かれているのは君だと思うよ。だってそんなに性格がおとなしいし可愛らしいからね。俺がウィルバー様だったら君を指名するからね。ぐす、はい。ご主人と誰かいたのは一度見たことがあるんです。その時、ご主人に何かを渡していたような気がします。そうだ、白くて四角いもの。白くて四角いもの。豆腐なんでそんなものを。バレンタインで豆腐渡したん。センス悪い、センス悪い。何かはこっそりと見てみてたので分からなかったんですけど。いえ、それも十分に役立つ情報ですよ、ありがとうございます。お兄さんいい人ですね。今度一緒にどうです。どうしよう、誘われちゃったよ。ここはとりあえず電話番号の交換だけでも一歩進んで LINE やってるって聞いた方がいいんやろうか。まあ事件が終わってからね。あ、そういうのはいいです。あー、早ー、言葉の早ー、ギャーン、ごめんね。いた、何しやがる、エフィ。別に今度のおやつなしな。あー、ごめんなさい。エフィーナは逆らえらしいね。もう一生逆らえなそうですね、エフィーナは。白くて四角いもの、メモしとくか。豆腐じゃないんかな。さっさと私でしたって言っちゃえばいいのに。まあ誰か分かったらその方を引っ張っててやるけど。ってことはね、君が犯人だったら自分の方を引っ張くってことかね。なんちゃって。そんなにここの当主様と必要以上に親しくなるのはいけないことであるのですか。ええ、そう。ご主人は気を良くすると何でも買ってくださるから金ずる。ガン。それに乗じて高価なものを手に入れようとする輩が増えたのよ。君もその一人のじゃないのかい。君だって
ダイヤのネックレスとかそのあたりをたかろうと必死に頑張ろうとしてたんじゃないのかい。だからここに使える使用人たちの間でルールを作ったのよ。なんだい。主人には必要以上の関係にならず一切要求しない、したりしないってね。なるほど。しかしこのざまなことになってしまっていると。そうよ。一人だけこっそりキラキラした宝石や高級なものとかもらってるんだわ。その高級なものってんが白い、さっきの白いやつだったりするんかな。白い四角いやつ。豆腐じゃないんだね。もう許せない。私だって欲しいのに。よく出てる。君とよく出てるよ許せない。ルール守って欲しいのにみたいな、そんな感じじゃないんだ。じゃあ私も破るわよみたいな、そんな感覚でないか。お前どうもありがとうございました。ルールを作っていたか。ルールか。犯人が見つかったら縛って ひっさがいて、なもう読めんような感じでさ、すごいエグいこと書くんじゃないこいつダメだよ。なんなん箱庭 の歌との伊月と張っとるなこいつ当主様とレイのメイドが一緒にいるとか見たことありますか。いいえ、それは聞いたことがあるだけ。そうね。でも髪の長い女だったっていうのは誰かから聞いたことはあるわ。髪の長い女ですか。男でメイドさん、男でメイドさんなんているの。そういう発想はしなくていいんだいや女の子だってショートヘアとかあるかもしれんやん。エビナちゃん、男でメイドって、まあ趣味の範疇だったらさ、コスプレとかであるかもしれんよ。でもね、これは本職だぜ。エフィ、うん、わかってる。渦があるのはわかる。でも今ドロドロしてるみたいに形にならないの。いつもならその人が後ろめたさとか持ってるなら勝手に怪物になるのに。後ろめたさ持ってないな。みんなを出し抜こうとしてるのに後ろめたさなんかないんやな。この4人の中の1人めちゃくちゃ腹黒ですよ。ああそうだな。今まではそいつが嘘だという証明、証拠になっていた。だから誰かから話を聞いてそれを本人に確認する。それだけでよかったんだ。それならお前がちゃんと嘘だと分かれば形にできるんじゃないか。あ、うん、嘘を言った人が嘘だよって言っても怪物になる。よし、じゃあこの回をいろいろと喋ってみよう。誰かの発言が嘘だと分かる証拠が見つければ突きつけて追放する。こういうの嫌いなんだよな。嘘かどうか見抜くだけならまだいいのにな。なんでそれが嘘だって手段にはすぐに分かるの。嘘が見抜くのが得意なやつは大体は嘘をつくのが得意なやつだ。なるほど。まあいいだろう、急ごう。他にも気になることがあるからな。え？ってことはここだけのこの4人の証言だけじゃまだ判断つけんのか。はあ、何かあるんか。できればその白い四角い、メモ用紙よな。メモ用紙よな。そうだ、さっき調べたやん。さっきっては前のパート調べたやん。びっくりした。言ったそばからあれ白い四角いやつじゃないかって思ったけどさ、いや違うよな。ちょっとびっくり、キモい。ところでこいつらなんなん。経験値アップのためのやつかな。なんかないかな。ベッド、二人で添い寝とかしたら休むだけか。ここが回復場所になるわけじゃ、今回の。お、テーブルの上になんかありますね。けど調べられませんね。残念。じゃあどこにある。ゴミ箱一つ一つ調べた方が良かったかな。あ、なんかある。キャラメル、キャラメル、レシピ回復。なんだ、証言のアイテムじゃなかったぜ。え、どこだろう。紙くず一つ一つに何か抱えとるとか、そういうそこまで見なあかんタイプのやつじゃなかろうな。お、わあやった、証言のアイテムゲットかと思ったら装備アイテムでした。まあいいんやけどね。やりすぎだよ攻撃力めっちゃ上がってるやん。やりすぎだよやりすぎだろ。伝説のクッキーってなんだお前。
美味しすぎて戦う気がなくなるとかダメじゃないか。声力上がっても戦う気なくなったらあかんやん。平和的交渉でやるんか、それとも平和的に交渉でやるんか。強い。伝説のアイテム強い。あ、なんだこれってなった。変な匂いがする。あと粉っぽい薬袋か。もう飲んだ後のものだが、白くて四角い。そんなことを言ってるメイドがいたな。そいつに見せてみようか。やった、ようやく進んだ。薬箱か。これが四角い白いやつなんかな。あ、こいつじゃないわ。ちゃう、こいつじゃない。え、どいつが言おったっけ。あ、この子じゃ、この子。そう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 。それにアイテムを見せる。なんかすごい、本当に 3D ゲームみたいな感じになってますやん。どうだ。あ、それですね。なるほど、お薬の箱でしたか。やっぱお前これか、見たやつ。ご主人様、最近体調が優れないみたいで、最近お薬を飲んでいるんです。ならほぼ毎日ですね。寝る前に飲んでいるみたいです。薬を渡してるメイドは、ご主人様が指名して、私たちには誰かとは知らされていないですね。なんで隠してるの、なんか怪しいじゃん。指名して他のメイドには知らせはなし。なんでだ、なんで。他にも何か探してメイドに見せたりしていくか。へー、何それ、何それ、何それ。ここから出てきたんやけど、めちゃくちゃいろいろ調べなあかんな、これ。お、このくしゃくしゃの紙、何か書いてるよ。でかした。今日もありがとう。またあそこにあれを置いたよ。聞いてない字だな。だからぐしゃぐしゃにしてポイしたんじゃない。誰かとやり取りをしていたのはこの文章から確定をしたな。相手側のメモが残っていればいいんだが、隣のやつはどうなん。調べれん。え、まだ出てきた。これはちょっと見せるにはちょっと早いだろう。それとも見せて反応を見るとか、そういうパターンのやつ。人狼的な感じでいくんか、人狼ゲーム的な、そういう誘導尋問的な感じでいくのか。あ、鍵かかってんな。どっかに落ちていたり隠したりはないかな。そうだな、そんな遠くには置いてないかもしれないな。この上の怪しいよ。来たー、よっしょい、わっしょい、わっしょい、よっしょい。はい、鍵だな。やった、メイド服がいっぱいだー。おい、お前は右からポケットの中まで一着ずつ調べていけ。はい。何かあるだろ、絶対これ。ん？何か入ってる。来た。はっ！まさか、これ、ウィルバー様からもらった的なやつじゃないの？わー、すごい！キラキラ！大きい！それ以外には、ないな。物的証拠じゃん。どうする？このメイド服を持っていこう。着ていってもいい？なんでや。なんでや、何お前手に持ってんだ。何お前、まだいいとは言ってないのに手に持ってんだよ。ダメだ。これとは別のものを持っていけ。わかった。あのメイドに見せてやるか。なんだ、誰、どの4人全員に見せればいいんかな。謎が深まるばかりです。メイド服ドン。何そのメイド服。わっ、何このでっかい宝石。メイド服が誰のものかわからないでしょうか。このサイズの服を着ているのは2人だけよ。あのボブカットのメイドとポニーテールのメイド。ボブとポニー。私とあのブリブリッコはもう一回り小さいサイズのメイド服だから違うわ。どれがブリブリッコだったか忘れたんやけど。他に何かご存知なことは。証人の誰かが写真を撮ったとは言ってたけど、その人、次の日から全然来なくなっちゃったよね。写真撮ったけど、写真も見つからなかったし。ありがとうございます。絞れてきたな。やり取りをしたものにメモが残っていれば一番いいんだが、あまりいい予感がしないな。今のでわかった。とりあえず絞れたら2人絞ったんか。サイズの的なやつだな。これボブじゃないよな。これ
ボブじゃないよな。俺髪の毛のとこに疎いけどボブじゃないな、これ。これポニーテールか、後ろをくくっとくから分かりにくいけどポニーテールか、これ。誰がブリブリっ子だったっけ、この子が、青い子がブリブリっ子だったっけ。ボブこれか、これがボブヘアって言うんだ。そうじゃそうじゃ、そうだったそうだった。俺髪の毛に疎いからな。つまり青い子は関係ないんじゃ、青い子は。脅したろ。あえてここでメイド服見せて脅したろ。はい、あ、そういう感じ、そういう感じなの。でも他に見せるもんもう特にないよな。鍵、鍵見せたらどうなるとか。薬袋使用済み。あー、メモかな。なんか他に見せるもんあったっけ。メモを見せたらしょうがないよな。こんなん見せたってしょうがないよな、さすがに。よっしゃ、今回はこの辺でワイドさせていただこう。というわけで、さて、次のパートあたりに、うまく、犯人を当てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。週明け。こんだけ嘘がはびこってるゲームだったら、4月1日にアップしたらちょうどよかったなってちょっと思っている自分がいます。エプリルフールには嘘をついてもいいのは午前中だけで、午後から嘘をネタバラシしないといけないっていうルールがあるけど、犯人はそんなルール守ってくれなさそうです。